そうなんですけど、そうなんですけどって言って、まあきっと、あ、どうでした？どうでした？面白かった？ピクミンじゃないんだけどな、ピクミンになってたな完全に。本当にあれはマジでガチで涙てか、なんか何がなんかメイクが2時間したことが崩れたって、それが嫌だったっていうより、なんて言うんだろう、まあ、顔に塗られるって思ってそれがまず嫌で、なんかメイクがっていうより顔に塗られるっていうのが嫌で泣きあとはなんかそのナナさんとなるちゃんがあれ収録中に結構カットされてたんですけど、めっちゃなんかいいこと言ってくれてたんですよ。そう、なんかハルピョンにもうなんちゃらかんちゃらみたいな、もうあの時はもう興奮冷めやらぬ状態であんまり覚えてないんですけど、なんかとりあえずいいこと言ってくれてて、なんかそれでなんか感動の涙っていう感じのもあった、なんかどっちもあった。そう、やばい、蛍光ペン全然つかない。そうなんです、だからなんか2時間したメイクが崩れるっていうよりはなんかそういう気持ちの涙でした。ケイシーさん、タワーありがとうございます。せーの、タワータワーありがとう、ケイシーさんありがとう、ありがとうございます、ありがとう。驚き、オカリナ推しさんじゃん、めっちゃさドボンでめっちゃ合うよね、あれ気のせいめっちゃ合いますよね。ありがとうです。さあ、まあそんな感じでちょっとね、昨日はモノボケはもっとやってた、でもまあ時間も時間だったので多分カットされました。いいんです、それは。なんかなんだろう、どうでしたって聞くことしかない、無理なんですけどへへへ、渾身の大の字。いやもうあれはね本当にあのマジでキャッチできると思ったんです。ですごい、結構めっちゃカットされたけど、めっちゃなんかもう2、3分ぐらい、2、3分 ?2 分ぐらい逃げ回ってて、そう最後の一人のところで、そうなの。でもいやこれはキャッチしないとなんか絶対あのもう攻撃されてばっかりだと思って、絶対キャッチしようと思って手出したら普通に突き指しました。突き指まではいかなかったけどめっちゃ痛かっためちゃめちゃ痛かった。そうそうなのよ、ボーンって、もうここにガーンって、なんていうの、ボールがこうあったらこう来ました、ズーンみたいなでもそんな突き指したなんて言えないしなので、うん、っていうことで多分見てくださった方な、楽しいと緊張どっちだった、最初はなんかもう緊張、まあ、ずっと緊張はしてたんですけど、なんか結局ちょっとずつ楽しいに変わっていきましたね。まあこの話もね、またちゃんとちょっと一旦私が一番したい話をしてから話そうと思うんですけど、朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんだろう言いにくいんだが、
なんか私はとりあえず相談っていう感じで今みんなに話をしたくて、なんか本当にそのビンゴの撮影が収録がなんか楽しかったっていうのと、すごいなんだろう、なんかどうなんだろうなって思って、で今回の、まあ、今回初登場ってこともあって、それなりに多分尺を使っていただけたっていうのも多分ちょっとはあると思うんだけど、それでもなんかやっぱりああやってその AKB48 としてテレビに出るっていうのが初めてだったので、なんかなんだろう、達成感というかすごい楽しかったなって思って、で多分今回第2回っていう、いやもうじらしすぎだよって感じだよね、ごめん喋ろよって話なんだけど、その第2回っていうのが決まったじゃないですか発表されたんですけど、まあ出たいか出たくないかだけで言うね、まずじゃあもう何にも考えずに出たいか出たくないかだけで言うと、出たいです、もちろんもちろん出たいし、なんかあのビンゴって決まった時に、決まった後に結構他のいろんなメンバーがやり始めたのもなんか分かった気がした、うん、なんかあこんな楽しい番組なんだったらそりゃみんなやりたいよなと思ってそう、あだからみんなビンゴって決まって、なんかより、まあ、ビンゴって決まったのと、あとはその1月のコンサートが延期になっちゃったっていうのもあって、よりみんなやり、なんていうの、ビンゴじゃないドボンやりだしたんだっていうのはよりは分かった、そう、なんかあ私はただしなんていうのテレビに出たいっていう一心だけでやってたけど、ビンゴに出たいっていう気持ちを分かった今なんかどうしたらいいんだろうなっていうのが今私の心の中ではあって、今のイベントを今やってるじゃないですか、写真集のイベントみたいな、そう、なんかそこをもちろんそれも今予選めっちゃ頑張ってもらって、今何位だ ?1,2,3,4,8 位、今7位、8位か7位かをちょっと争ってる状況で、なんかだったらもっと早く言えよって話かもしれないけど、第2回があるっていうのをここまで言えなかったから今日までそうだからみんなにはなんか どうするのみたいな、えガチャ引かない、え引くの引かないのどっちなのみたいな、ちょっと待ってって何みたいな感じも多分あったりしたし、本当にとにかくビンゴが楽しかったっていうのが一番で、なんだろう、そうそうなんですよ、だからなんかえむずいねむずいね、あのなんか今バトフェスも私も今頑張ってるんですけど、今そうやって頑張ってもらってる状況で、じゃあ今回バトフェスもやってビンゴもやってどうじゃあ違うバトフェスもやってドボンの写真集イベントもやって、じゃあ次回のビンゴもやりますとか言ったらマジ頭おかしいんじゃないかこいつって多分思われるぐらいなんですよそう第2回があるのはそうね、収録の時には知ってたんだけど、でもその前からもうイベントには参加するっていうのは表明、あれは3月の上旬に撮ったものなので、ビンゴはそうだからなんだろう、もっと早く知ってたら多分このイベントはもしかしたらっていうのもあったかもしれないけど、正直それぐらいビンゴに出たいっていうのが今の私の気持ちでして
そうなんですよ。っていうのもあり、あとはまだ大きな声では言えないんだけど、またね発表になったら言うんだけど、4月に、あ、なんか写真集とかどうとか、そういうなんかお仕事とかじゃないんだけど、その4月に「きっとビンゴに全力を尽くせないくなるようなビンゴじゃないやドボンに」もうカタカナ3文字で迷う。きっとドボンにその全力を尽くせなくなるっていう、また別の嬉しいお仕事が来て、そうなんです。なので予選頑張ったの何だったんだよって多分思われるかもしれないんですけど、私はビンゴに出たいっていう、だから第2回のイベントまでみんなに休んでもらいたいっていうのが私の今の率直な気持ちです。はい。しかもそのビンゴに出たことでファンの皆さんも、なんかツイートフォローしてくださったりしてて、そう。だからそうですね。言いたいことは伝わったでしょうか。言いたいことは伝わったでしょうか。まあそういうことなんですよ。私はだからなんだろう、まあ、はっきり言えよって話だと思うんだけど、ね。はっきり言えよって話だと思うんだけど、なんか一押しガチャも出たじゃんみたいな、もう引いちゃったよって人も多分いると思うし、え？みたいな、なんかいや初登場だからあんだけ持ち上げていただけたんだよとか思うかもしれない。私も確かに多分そうなのかもしれないなっても思うんですけど、ね。そうなんです。もう煮え切らないな。そうだから、まあ私はビンゴに出たいっていう気持ちの方が強いです。だからなんだろう、この予選じゃあ1ヶ月終わったタイミングで言うのも、多分上かな、2回だと思います。あ、はい、お疲れ様です、だと思うんですけど。そうですね、すくみずはごめんリッセン。ごめんリッセン、リッセンのプロデュースで出してもらいます。はい、711日ありがとうございます。なんかファンの皆さんのなんか755のコメント見てると、なんか今日のなんか今日か明日かでなんかあれらしいから、そうなんかちゃんと変えていただけるらしいので、とりあえずまあなんか増えてないように思えるけどちゃんと続いてますよっていうのはファンの方から755のコメントで来てたから、あ、そうなんだなって思います。はい、なので711でも大丈夫。うん、
まあとりあえず、なんかでも多分その今回はその最初からビンゴって分かってるから、もうなんだろう、私ももちろん本気で行きたいけど、バトフェスはまだやめないでください。 バトフェスはあと12時間頑張ってください。私も頑張るんで一緒に頑張りましょう。 頼む。あ、でもなんか今残ってるその回復ジュースとかだけで多分いけそうだとは思う。だから新たになんかクリスタル買ったりとかは正直大丈夫だと思う。 そんなに、なんて言うんだろう、お財布に優しくいきましょう。 バトフェスはこのあと12時間、今持ってる回復ジュースを飲み切って終わりましょう。 新しく買わなくても大丈夫な気がします。私もあれだけ予選で、みんな予選じゃないや、あれだけそのフォーチュンバトルでみんなめっちゃ頑張ってくださって、その上位3ギルドがなんと、なんかあれなんですよね、なんて言ったらいいんですか。 そうです、私はまだまだジュース持ってるので、これを必死に今日は回し続けます。何をしたらビンゴに出れるか、まあ、まだ詳細とかは決まってないんで分かんないんだけど、きっと、まあ、前回1月のイベントと一緒だろうっていう感じですね。 はい、そんな気がします。なので またね、お互い大変な日々がきっと来るんじゃないかなと思うと すごいわーっていう感じなんですけど そう そうよね。ド M の竹兄さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。あとは多分今回この予選で17位になるメンバーもね、そりゃいるじゃないですか。なんかそのメンバーに申し訳ないなって思って、だったらもっと早く辞めてくれれば自分だって入れたんだけどみたいな。そうなの、ごめんなさい。そうなんです、それは分かっている。そうなんだよな。でもやっぱりドボンで名前を残したかった。 だから逆に今回2ヶ月のイベントで良かったかもしれない。予選だ、良かったかもしれない。だって今この1ヶ月が決勝で、じゃあ31まで決勝、今日まで決勝してってなったらね。そう。そうなってたかもしれないから、なので来月はもちろんやらない、ま、ゼロってわけじゃないですよ。あんだけ今月やってたのに来月1回もドボンやんないのとか、そういうわけじゃなくて、もちろん毎日、やりたいなと思った時はやりますが 、ガチでっていうのじゃなくて、
ファンのみんなと楽しくドボンをするっていうのにしたいと思います。来月はもうそれぐらいビンゴに出たいっていう気持ちが強い今は。すっごい話し声聞こえる。そんな窓薄いんだここはい、そうです。なので今月めちゃめちゃもう死ぬ日が頑張ったんですけどっていう方には本当に申し訳ないんですけど、目の前でコオロギを見ても気持ちはあんまり見れなくて、その時なんかゆかるんさんがここにおられて私はここら辺にいたんですけど、なんかちょうど白い三角の部分しか見えなくて、そうだからあんまりコオロギ見てないんですよね。テレビで初めて見たみたいな感じそうだからマジで見たわけじゃないそうなんです。うん、でも多分ビンゴに出なかったら、多分っていうかビンゴに出なかったらあのさ、お顔に墨つけられるなんてこと一生なかったと思うしなんかこんな楽しいんだって思ったうん、見えなかったのに、なんかね虫だなっていうのは確認できたんですよ。でもなんかまじまじとは見れなくて、いやまず虫っていうのが分かってたから絶対そうだから、うん、とりあえず私分かったかなみんなこれでこれでみんな分かったかな。まあでも夏頃放送みたいな書いてあったじゃないですか。だからきっとまあ来月の決勝が終わって、まあ5月か6月にね、5月か6月か、まあ7月なのか分かんないけど、そこら辺にきっとねまたそのドボンのイベントがあると思うので、来月出るノーマルとなんちゃらとノーマルとレアとスーパーレアを、まあ、4月のうちにまあ CM いっぱい見てちょっとでもいいレベル上げしていただいて、で、まあ、5月か6月なのか、まあ、7月に新しく出るカードなのかわからないけど、そこでガチりましょうはい、いや私は5月に会ってほしいんだけど、でももちろんなんて言うんですか、やりますよドボンはもちろん4月もドボンはやるし、やります。ただ私の気持ちはビンゴに出たいんだっていうのを理解していただきたいそう、藤野大吾さんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はい、そんな感じです。
まあ、そのさっき言ってた4月のお話もまたその発表できる時に、発表できる機会が来たら発表したいですし、発表したいですしっていうか発表しますし、はい、まさひろさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なのであのそうなの、5月だったら生誕カードがあるからっていう気持ち。でもその5月22、23にコンサートが決まってるからそれまでにきっとそのリハとかがあるから、もしかしたらっていうのも気持ちもあるんだけど、それでも合間にやるぞっていうぐらいの気持ちで。ショールームの、あ、違う、あの違います4月のやつはちゃんとねまた話せるときに話します。はい、ネバーストップさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。うん、なので来月はみんな寝ましょう、いっぱい寝だめしといて。人間寝だめできないよっていうのは知ってるんだけど、まあ、寝だめして、うん、私もまあそれな、なんて言うんだろう、全くやらなくなるわけじゃないから出会えたらいいねっていう感じなんだけどそう、そんな感じだから、もう本当になんて言うんだろう、でもとりあえずあと12時間はもう私ができるのはバトフェスをすることなので、このあと12時間は今持ってる回復ジュースを全て飲み切るくらいまずはバトフェスを頑張って行きたいと思います。で、あのハートとか全回復とかはあの貯めといていただいて、本当にこの1ヶ月でもなんか一緒にねドボンやってきて、予選っていうこともあって、いやお前はそういう需要はないんだよって思われ、私はそう思ってたんです、そう思ってたっていうか、まあそうなんですけど、そう思ってるんですけどでもなんだろう、こんなゲームがさ2つ一緒にイベントやりますってなって、どっちもやってさ、どっちもやってるのにもかかわらず、みんながこんなに、まあ、バトフェスは中間ではずっとトップ10に入ってるし、この間のフォーチュンバトルもいい結果残してくれて、なんか全然まだ期待値高めみたいな感じの位置にいるし、あのドボンも今は予選突破できる順位にいているんじゃないですかそうだから、こんなに本当にみんなが頑張ってくれて、なんかどっちも頑張ってくれてっていうのがすごい嬉しいから、ただ私はやっぱりこの間ビンゴの収録に初めて参加させていただいて、もちろん顔に墨を塗られるのはちょっと抵抗がありましたがしかもなんかあの全身タイツピクミンちゃんも結構ペラペラで、もう本当に足もう墨だったんです
もうなんかあれ抜いたらもう全部もう墨みたいな、もう全もう体も墨みたいな、体中墨が浸透してて本当に終電間に合うか間に合わないかギリギリの時間でしたそう、あの日テレさんでシャワー借りました初めてさビンゴ出て日テレさんで初めてシャワー借りましたはい、もう本当に牛乳石鹸で落とした、はい本当にでもそうやってなんかそれがあっても出たいって思う番組でした。だからなんか牛乳石鹸めっちゃ落ちましたよ炭、うん、使った方がいい使った方がいい、みんなめっちゃ落ちた。牛乳石鹸は神ってコメントがいっぱい来てる。なのでなんだろう、え本当に新幹線で、行きの新幹線でメイクして、普通逆じゃん、行きのさ新幹線すっぴんで行って帰りメイクバッチリで帰ってくるのが普通だと思うんですけど、私はその逆をしました。行きの新幹線メイクバッチリで行って帰りの新幹線はすっぴんっていうはいだからそういうのもあってちょっとそれを落とすのに時間がかかっちゃって結構それでちょっと写真もね、その出演されてるメンバーみんなと写真を撮ることもできずそうなんですよ、そんな感じだったんで、えオフショットあんまないなって思うと思うんですけども申し訳ないそうなので あんまりオフショットないんですけど、でもなんかソロのショットはあるのでソロで我慢してください。あと楽屋が一緒だったメンバーさんとは何人か時間があった時に撮ったんですけど、そうそうそう、もう本当に終電間に合わんぐらいお風呂入ってた、お風呂入ってたって言ったらあれなんか変だけどシャワー入ってたうん、いけるよね。歌コーナーはどうでした？初めて歌った、少しだけ離れて歩いて行けたらいい、近づきすぎないで距離を保っておこう、後ろで見守ってるから、ああね、VR バンジーめっちゃ面白そうでした。楽しそうだなって、私はバンジーがそのできないので体型的にそうなんです、だからやりたかったです普通に普通にやりたかった。歌唱を見てたら髪めっちゃ長かった、まあもう切っちゃったんだけど5センチぐらいもう切っちゃったからあれよりはもう短いんだけど、そう今でもまだ長め、うん、身長っていうか体重制限、そうまあなんかそうなんです、なので
私が言いたかったのは以上だからみんなにめっちゃなんか、どうするのとか言わなんか思わせたりしたかもしれないんですけど、てか思わせたんですけど、私は本当にビンゴに出たいって思った。そう、だからですあ、そうだね、来月ドボンの時間合わせしようか。そうしようか。いいかも。またみんなと楽しいね、わはは、おほほっていう配信を、配信というかいいかも。それにしましょう。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。高校生ってきた。大学生ですマフダはね、そう、今ここにはないんだけど、あのホテルに戻ったらあるからまた見せるねまた見せます。今日はこの後、そうだです、お仕事がありますので、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、やることがいっぱいだ嬉しい限りなんですけど、4月、さらに今年成人でしたはい、来月は違う、再来月21になりますやだよ、もう本当に嫌なんだけど、どうしよう。意外と年って言われた年なんですよ、私も。そうなんですよ。また草割れなかったね、あいつが眺めたいで、突然日出した時負けるな、無駄なを掴んで、僕は泣く、歌って照れてて、ママと昨日は LINE をしながらビンゴ見てました。あ、時間は全然大丈夫、まだ大丈夫。うん、なんだけどちょっとこのあと自主練もしたいので、あと普通に充電がピンチかもまあなんか
喋りたいことを喋れたからみんなに伝わったかな、わかんないけど、またビンゴの話ももっと本当にしたいから、あのみんなと見ながらね配信しようって、そうちょっと東京連泊が終わったら見ながら配信したらできたらいいかなと思うのでまた一緒に見ながら配信しましょう。私の今の気持ちは以上ですだからなんだろう、本当にこの話はするか迷ったけど、うん、でもなんだろう、やっぱり今自分が一番したいことを言うっていうのが、したいことを言ってもちろんやりたくないことだってやるしもちろんやりたくないことだってするし、それをしないとしたいことだってできないから、うん、するけど、でもやっぱり自分が一番楽しいことをやって、それをファンの皆さんと本当に楽しかったんだっていうのを共有して、それが私が今一番幸せを感じる、あ、2番目ぐらいかな1番はステージに立つことなので2番目くらいかなみんなとその幸せを共有して、もっとなんだろう、いろいろなところに出て、もっとみんなに、みんながいろんなところで見れるようなアイドルになりたいから だから今回は私はビンゴに出たいですっていうのが一番大きなお話ですで、もちろん今回はそのビンゴっていうのが最初から分かってるし、あの前回よりも絶対熾烈な争いになると思うんで、あの今回のイベントを、次回のイベントをガチで頑張ったからって言って絶対に出れるっていうわけだとは限らないけれども、今私がやりたいことをやるっていうのが、言って今一番私がやりたいことを言ってみんなと一緒にその夢を叶えたいっていうのが私のなんだろう、今後の目標というか、今後の活動の目標っていうかなので、あのそうですね、そうですなので本当に大変なのはもう1月で分かったし正直そのビンゴの第2回が決まってからあんまりハルピョンのポイントがねそんなに動いてなかったなーって、多分私のポイントだけを見てる人は分かると思うんですけど結局今もバトエスずっと回してるので6億ポイントプレイヤーにはなれなかったんですけどあの私が今やりたいのは、今やりたいっていうか、私はビンゴに出たいっていうのが一番の大きな気持ちなので、そこをみんなには理解していただいて、かつみんなも
あの怒らずに納得していただいてはい、それであのいつあるかはまだわからないけど次のイベントをでみんなで頑張れたらまたいいかなって思います。うん、そう、そんな感じです。終わり終わり。終わりだよ。ドボンの写真集は誰のが見たいですか？だってみんなが応援したいって思うメンバーをメンバーのカードをデッキに入れて応援していただければいいかなと思います。私はみんなとドボンをするっていうのを一つの、まあ、大きな目標というか楽しく時間合わせしたりできたらいいかなって来月は思います。なのでミロさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。サクタロウさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ありがとう。で来月はしかもなんかポイント制みたいな感じなのであのよくわからない感じじゃないですか、うん、ゲームのあれもよくわからない感じだからまあ様子見ですね来月ははい。なので本当にこの今月3月すごい頑張ってくださった方とかも多分いると思うしあのバトフェスとドボンとどっちも頑張ったんだっていう人も絶対この中にはいると思うしだからそう頑張ってくださった方々には本当に何だろう申し訳ないなっていう思いでいっぱいなんですけど今のこれが私の今の気持ちです。なのであのはい終わりもう喋りたいことは終わり喋りました。おのっちさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございますいいですか。でこのビンゴのドボンはいつから始まるかっていうのはまだわかんないのであのそれまで温存していただいて、まあ、もちろん毎日 CM 見てできるあの毎日できることをしていけたらいいかなと思うんですけど、はい、ログインボーナスとかももらってね。で、まあ、これは今話したんですけどちゃんと夜にももう一度ちゃんとお話しするし、まあ、内容とかシュッてなるかもしれないめっちゃまとまるかもしれないけどお話しするし、そうこれはとりあえずその一押しガチャが始まる前にお話ししたかったので、あのあもちろん4月も無理しない範囲でドボンやりましょうね。みんな戦いましょう、戦いましょうっていうかあの一緒に対戦できたらいいなと思います。なので時間合わせとかもまたやっていくので4月は今日は夜配信できると思うがしかししたいができるよな、わからんな、まあそんな感じうん。私は
ちょっと神推し店の称号が欲しいので、もしかしたら来月もまあ飽きない程度にやるかもしれないのではい、私は今次は神推し店の称号が欲しくなっちゃいましたなので、はい、以上です。うん、まあそれだけ、多分昨日の配信じゃないや、昨日のあのビンゴを見ていただいた方は多分わかると思うけど、それだけ本当に昨日のビンゴとかビンゴがの収録が終わった日のショールームを見ていただいた方はわかると思うけど、あのそれだけ本当にビンゴの収録が楽しくて、ビンゴに出たいっていう気持ちが強くてっていうのが今の私の正直な気持ちなので、それをとりあえずみんなに分かっていただけたらいいなと思って配信させていただきました。はい、もう終わりさっきから終わりって言ってすごい喋ってるんですけど、終わりですところで、峯岸さんの卒婚に出ることはいつから知ってた？卒婚があることは前から知ってたんですけど、卒婚に出、なんかちゃんと出れるって決まったのはっていうんですか、なんて言うんだろう、この日スケジュール大丈夫ですよねって聞いたのは結構最近ですよ。全然大丈夫ですって送りました全然大丈夫ですって送った。うん、でもこうして本当にチーム K として出演させていただけて嬉しい。なんでマッチを選んだの？だって一番ホークスの中では一番特徴的だなって思ったし、やっぱ厚方でしょ、やるとしたら知らない人が知らない人のモノマネをするって言われちゃったけどへへ、うん、だってそう、だって今宮さんの真似って言っても絶対むずいよ、今宮さんの真似は。やっぱあの落ちりだ、ちょっと立ちてみたいな、こういうのがで、あとケンケンケンが、やっぱあれがなんかマッチさんだなって感じ。あれが一番、ま、あのケンケンケンとかが一番真似しやすいかったはい、なので、あとはね、マッチさんって、ちょっとここでやるのもあれなんですけど、ちょっとマッチさんってなんていうの、こうして打った後にケンケンした、違う、それはファールで、ホームラン打った後にこのまま、ちょっとこれだと見にくいな、ホームランをこう打った後にこうやって走るんですよそれをやりたくて、そう、それをやりたくて、それが一番なんか印象的っていうか、一番なんか特徴的だからそこをしたかっただけです。はい、
まあそういうのも感じながら皆さん。今後ホークスの試合を見てください。見んのかな、ピョンズ。こんな感じで終わり。あとは4月2日3日4日のとかレッスンがあったりするので、今日はそれをします。それでは またお話ししましょう。今日はもうハッピーに、もうずっとこれを喋らなきゃなって思ってて、でも喋れなくて、今日までもうずっと心の中が苦しかったです。もうみんなが頑張ってくれてるからこそなんか言わなきゃいけないけど、言ったらあれだよなって思いつつ、でもじゃあだってピョンズは本当にハピョンのことを本当にガチで好きだからさ。本当に、言わないと、もう本気で死ぬ気になっちゃうからなと思って。マサヒロさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。富山ヨシオパン、ハートをかぶさ、アムニダ、ありがとうございます。首痛くなっちゃった、こうやってずっと配信、ずっと下向いて配信してたから。なんか宗教、変な宗教の人みたい。違うよ、首が痛くて。ということで、終わり。みんなが聞きたいことがあればどうぞ。私はもうないよ、とりあえず喋りたいことは。急にだらけるじゃん。真面目に喋ったからいいの、もう。M の竹兄さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。疲れちゃった、楽しかったな。楽しかったな。おのっちさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。いや、このクエストが終わったらランキング読んで終わります。ハピョンは一旦自主練します。ありがとう、聞いてくれて。
朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。おのっちさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。次のビンゴ企画もため、ありがとう、そう言ってくれてよかったです。出れるように頑張ります。あ、昨日のビンゴネオはもう Hulu さんで上がってるので、昨日 なんか BS 入らない人とかも多分いたと思うし、昨日夜遅くで見れなかった方もいると思うし、なのでぜひ Hulu さんなら全国どこでもそれこそ加入すれば入れるから、 BS アンテナがなかろうと Hulu ならみんな入れるから見てください。はい、よろしくお願いします。じゃあ一旦この配信を閉めます。ランキングを読みます。首が痛いので首を首を押します。はい、いきます。1位ケイシーアットオカリナ神押しさん、ありがとうございます。そしてタワーもありがとうございました、ありがとうございます。2位マックミックさん、ありがとうございます。3位スミちゃんアットピョンのモノマネと村本さんのなんやそれに大爆笑いやあれはホークスを知ってたらもうみんなわかるんだけど、そうよね、こっちの人東の方ですもんね。もう私もどちらって言ったら東になるんですかね、わかんないですけどまあそうですよね、まあ、なんで富山なのにホークス応援してるのってまあよく聞かれますからね、まあ、そういうことでしょう4位無音のソルティ、あと舞台始まって離席中、あ舞台行ってるんですねあとビンゴたくさん映って最高、ありがとうございます、いないんだけど5位、ベニズワイガニエビミさん、初めましてありがとうございます。6位ドエムナタケニアット明日ハルピョンがどんな嘘をつくのか楽しみです。何でも午前中しか嘘つけないんですよ、エイプリルフールって。そうだから、でも午前中 SNS にハルピョン現れるかな、ふぅ、もう分かんないや。7位スノーさん、ありがとうございます。8位ネバーストッパーと推しのためなら怪しい模様のキノコも取る、やめてくださいあの4月はやめてください9位劇場のくじの大吾さん、ありがとうございます。10位おのちゃんとハルピョンは汚れじゃない芸人だ、どういうことありがとうございます。11位無音の山内さん、ありがとうございます。舞台かな、あ仕事か12位犬井さん、ありがとうございます。13位パンダの帝王圧倒さん、ありがとうございます。そして本日のラッキー88位はハッスーさんです、ありがとうございます。ということで皆さん本日は本当にありがとうございました。ちょっといろいろね、あのみんなのことをねちょっと困惑っていうか、おいおいおいって思わしたかもしれないんですけど、あの私のとりあえずの気持ちっていうか、私がこの1ヶ月間
ずっと心の中で思ってきた気持ちを今日こうしてお話しすることができて本当に良かったです、はい、それではありがとうございました。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、うさぎのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春。ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表春ぴょんこと橋本春奈でした。皆さんありがとうございました。バイバーイ、またねー。